様ご来館いただきまして誠にありがとうございます。さあ、もう間もなくでアザラシたちのお食事時間となります。アザラシたちがやってくる前にお客様にいくつかご案内です。さあ、アザラシたち、こう見えましてもとても臆病で神経質な動物です。さあ、お近くでご覧いただく際に急に大きく動いたり大きな声は出さないようにお願いいたします。またこちらの白いステージの縁に手や物を置いてありますとアザラシたちびっくりしてしまいますので、ステージの縁には手や物は置かないようにお願いいたします。さあ、またこちらにライト階段ございますが、同様に荷物を置いたり登ったりもしないようにお願いいたします。さあ、アザラシたちこちらのステージへとやってきまして、お食事の時間楽しんでいくんですけれども、アザラシたちの状態落ち着いておりましたら、皆様に触っていただけます触れ合いタイムの方も予定しております。まあ、そちらのご説明は後ほどさせていただきたいと思います。まあ、ですが、アザラシたちの状態によりましては、お食事タイム、触れ合いタイム、中止、中断とさせていただくことがございますので、あらかじめご了承の上ご観覧ください。さあ、それでは早速アザラシたちステージへと呼んでいこうと思います。さあ、早速アザラシやってきますが、まだ手は伸ばさないようにお願いいたします。まずはアザラシたちのお食事の様子ご覧くださいね。はい、それでは早速やってきてくれましたね。さあ、当館のこちらのプールでは現在4頭のゴマフアザラシを飼育しております。さあ、ゴマフアザラシは野生下ではオホーツク海やベーリング海といった北の冷たい海に生息している動物です。このようなまん丸とした体の下にはたっぷりとした皮下脂肪が蓄えられておりますよ。それでは触れ合いのご説明させていただこうと思います。アザラシたちに触れる部分、背中の真ん中だけが決まっております。そこの部分、顔のあたり、尻尾、足のあたりは触らないようにお願いいたします。またアザラシたち、こちらの場所から移動しませんので、お客様同士、場所のご案内の方ご協力をお願いいたします。まあ、それではお近くのお客様からどうぞ振り合いの方してみてくださいね。さあ、それでは振り合いの方を始めていこうと思いますので、よろしければお近くのお客様からどうぞ触ってみてくださいね。はい、アザラシたちに触れる部分、背中の真ん中だけと決まっております。顔の部分、顔のあたり、尻尾、足のあたりは触らないようにお願いいたします。さあ、それでは順番に振り合いの方を始めていきたいと思いますので、よろしければお近くのアザラシで触ってみてくださいね。さあ、ただいま私側の右手側のアザラシ、そしてお姉さん側の左手側のアザラシで振り合いの方を行っておりますので、よろしければ触ってみてくださいね。触れる部分、背中の真ん中だけと決まっております。そこの部分、顔のあたり、尻尾、足のあたりは触らないようにお願いいたします。そのたち場所移動しませんので、お客様どち場所の交代をしながら協力の方よろしくお願いいたします。さあ、必ずお隣の場所まで移動してきてから触ってくださいね。顔の方から手を伸ばしたりしますと、アザラシたちびっくりしてしまいますので、必ずお隣の場所まで移動してから触ってくださいね。まずはお父さんのアザラシたちのお名前ご紹介していきたいと思います。さあ、私側の右手側ですね、こちらにいますのはリリーちゃんという女の子のアザラシです。さあ、そしてリリーちゃんのお隣ですね、こちらにいますのはトラくんです。さあ、そしてこちらのトラ君のお隣ですね、真ん中にいますのはウィン君です。さあ、そしてお姉さんの左手側、一番端っこにいますのは女の子のアザラシ、ハルちゃんと言います。さあ、よろしければ当館のアザラシたちの